夏を先取りプールでテンション爆上がり。よいしょよいしょ。何だ。バナナサンドがどこよりも早くプール開き。早い高い。長い。長い。完全にこれ冷水。体力の限界。この模様は近日公開。お楽しみに。ここからはウェブ限定動画、プールでテンション爆上がりロケ本番前の様子を配信。ちょっとツイッターでバナナサンドのメンバーに聞いてみたい質問っていうのを募集したら結構100ぐらい来て、ちょっとその中の質問いくつかお二人にしていいですか。はい。学生時代のあだ名を教えてください。もう学生時代、おとみです。なんで急に言われて、おとみから浸透した。小学校の芸能人記録サイン会をやった。でその時に書いてるサインが未だに書いてある。おとみ持ってる人はプレミア作った。ヒムだ。だからヒムちゃん、ヒムケンってのは最初組んでたコンビが高校の同級生で、そいつの名前が原田たけし、たけしが健康の健で、原健原健って呼ばれてて、なんか俺のついでにヒムケンみたいに呼ばれてたついでだった。ついでに未だに当時出てたラママの、その出てた爆笑問題とか60とか先輩方ヒムケンって言いますか、が未だにヒムケンっていうのがあるのかって。確かに、なんでケンなんだろう。ね、そう、なんでケンなんだ問題ね。そして次回6月15日火曜夜8時からのバナナサンドは、バナナサンド芸人爆上がり伝説スペシャル。バナナサンドが人気芸人を褒めて褒めて褒めまくる。魂が言葉になって出たぶつけ合いだったっていう。二人ともね、しかもね。そう。劇場の壁が割れんちゃうんかいうくらい受けた。さらに、ハライチの漫才は、よりツッコミ漫才っていうね、ハライチが生み出した、あのお笑い界にもう残るね、あの前。一石を投じます。サーベイばっかり目立つなと思ったんですけど、でもまあ。ネタが面白くていいやって思って、そしてキリンは、舞台出るよって漫才番組にフジテレビさん出してもらうときに分かった言うて、相方がスーツ着替えて革靴履いて、はいって言ったんですよ。めっちゃ怖いですよ。めっちゃ怖ないですかこれ。トントントン。さらに渡米直前の最後の収録で渡辺直美と踊りまくる。バナナサンド6月15日火曜夜8時。